状況は大きく変わっております。高知県は47県で見てもおそらくワースト10に入る、いわばリスクの高い県に今やなっているということであります。その意味で会食に関します自制も含めまして、どうか基本的な感染拡大防止策の徹底という点につきまして改めて県民の皆さんにご協力をお願いいたしたい。本日は臨時で急遽記者会見をお願いいたしました。実は趣旨はですね、新型コロナウイルスの新たな感染者の毎日の発表の数字が過去最高の38人という数字になりました。これは今まで過去最高は昨年12月の15日の36人という数字でしたから、この数字をお聞きになりますと県民の皆さんも大変ご心配をされるであろう。また後ほど申しますが、いろんな感染の指標もですね、いわゆる非常事態に相当するという指標も出てきていると、一歩手前まで来ている、数字上はそういった数字になっております。そのいったことがございますので、本日は感染状況の概要ないし県としての受け止め、今後の対応方針について私自身の口から県民の皆さんにしっかりご説明をさせていただこうということで、この記者会見を設定をさせていただきました。感染状況を簡単にご説明をいたします。本日1日38人の新たな感染者が確認されました。地域的には高知市の保健所管内が35人、大半を占めております。そして感染経路の不明、このところ2桁の数字が続いておりますが、やはり14人が感染経路不明という数になっております。差し引き24人は濃厚接触者などのですね、感染経路が推定できるものであります。中身を聞きますと、一部会食に伴う接触ということも見られるようでありますが、本日は比較的家族間の感染という事例が多いというふうに報告を受けております。そして県内患者の状況であります。38人患者数が増えましたので、入院治療を要するもの、若干15人ほどの退院はございますけれども、まさしく入院治療を要するものが増えているということでございます。重症者は横ばいでありますが、いわゆる中等症の患者が増えてきているということでございまして、今後の医療機関への負荷というのが懸念をされるということ、それと宿泊療養の方も入れ替えに関する入れ替えに要する時間などもありまして、ほぼ満杯に近い運用になっているということでございまして、この宿泊施設空きを待つ方もおられて、調整中の数は膨らんできているというのが現状でございます。次をお願いします。これが日ごとの感染者の数のグラフ化したものでございます。この5月の連休中は2桁になることはありましたけれども、比較的感染経路不明者は少なくございました。この間は例えば女子高校バレー部のクラスターですとか、スポーツ教室の市中のスポーツ教室のクラスター、こういったものがあったということでございますが、ここのところはこの感染経路不明者、この赤い部分の比重が非常に多くなってきている、それと相まちましてこの毎日の感染者も急増しているという状況が見ていただけると思います。本日38ということで過去最多になっているということであります。次をお願いします。1週間単位の増減を見ますと、この3週間の動きを見ますと、まず 1.8 倍、そして先週から今週かけては3倍、もう本当に急拡大をしています。すでに本県でも変異株のによります流行が主流になっているという状況でございましたが、変異株の感染力の強さというのをまざまざと見せつけられる、それが数字になっているのではないかというふうに受け止めています。次をお願いします。これは県内のうち高知市の県庁管内の毎日の感染確認のグラフでございます。先ほどの県の傾向と似たような形になっております。次をお願いします。この高知市内の1週間単位の数字も県の傾向と大体同じような傾向
1週間の間に、前の1週間では 1.6 倍、この1週間では 3.5 倍、3.1 倍という形で増加しておりまして、まあ、人口10万人あたりの患者数というのを見ましても、40人近い数字ということでありますので、それがまあ25人というのがですね、いわゆるステージ4、国のいうステージ4、緊急事態宣言などの目安になっていく数字でありますから、まあ、相当高水準に急拡大しているということは言えるというふうに思います。次お願いします。これがストックで見ました入院の患者数、宿泊療養の方も含めました患者数と、確保しているベッドの数との対比表です。この先ほど申し上げました連休中の流行の一つの波によりで一つの山ができておりますが、そこから少し収まっておったんですが、ここ2週間ほど急激に拡大をしているということでございます。まあ、ただ全体、まあ、マックスのベッド数で言いますと300超えるようなベッド数ございますので、まあ、直ちに逼迫するというような状況にはなっておりませんが、まあ、先ほど申しましたように宿泊療養についてはですね、入れ替え等に時間を要するということがありまして、現実に少し目詰まり的なことが起きているというようなことがございます。またかねて厚生労働省からの要請もありまして、宿泊療養も含めましてですね、この受け入れのキャパシティを増やしていくという対策を調整を続けております。おそらく来週にはですね、最終的な中身が発表できると思いますが、これに現状のこの300に一定の上積みができるという見通しが立っているということもありますので、まあ、その意味でこのキャパシティの面でですね、大阪関西で心配をされましたような多くの方が自宅療養で、余儀なくされるというようなことには少なくなったにはならないと見通しが立っているということは確かに言えるというふうに考えています。次をお願いします。これが感染の経路についてのキーワードであります。前から感染経路不明者がこの5月の連休までその後と分けた場合に増えているということは従来通りでありますが、またやはり飲食によるもの、これが倍増えている。そして、まあ、家庭とかですね、職場サークルもいろんな経路あるわけでありますけど、ごく大雑把に言いますと、まず飲食の場で、ここがエンジンとなって、ウイルスが拡大をして、それが家庭や職場に持ち込まれて拡大をしていると、まあ、いうような過程をたどっているというふうに、大まかに言えば分析をできるのではないかというふうに、心証を持っているところであります。この県の対応のステージの判断の目安であります。本日38名という過去最大の感染者が発生したということによりまして、一つには病床ベッドの占有率が 50% を超えました。また最近1週間の新規感染者数も非常事態に当たります175人以上わずかに上回る数字になっていうことでございます。この点、この2つは確かに数字の指標として大変主要なものでありますから、ここを見る限りで言えばですね、もう非常事態一歩手前の状況まで来ているということは否定できないと思います。ただ総合的な判断といたしましては、この全療養者数あるいはこの PCR の陽性率、ここは1週間単位の更新になりますし、また今後の拡大のトレンドの強さを見る上では、この感染経路の不明割合、ここが 50% を超えるかどうかというのはかなり大事な指標だというふうに考えておりますので、まあ、ないしはこの医療は逼迫しつつありますけれども、現実に入院できている人はそれなりの率を確保できているということもありますから、トータルの判断としては現時点では特別警戒という判断のを据え置きたいというふうに考えているところであります。で、今後の対応を受け止めも含めてですね、県民の皆さんに、少し多角的に、ご覧いただきたいという点で急ぎ作った資料がこの資料であります。四国4県の感染状況、特に連休前後からのですね、状況をご覧いただきますと、我々としていくつかの教訓といいますか、学びの点が出てくるのではないかということでございます。
本日高知県38人という過去最大の感染者、1日の感染者確認者が出ました。まあ、ただこれは四国各県がかつて2日でありまして、この徳島県、香川県も5月の上旬にそれぞれ60人、78人、まあ、1日の瞬間風速みたいな数字がありますが、相当な数の感染者が過去最大値としては出ております。まあ、愛媛県はそれより早く3月の末の段階で59人というのが出て、これがピークの数はそんなに高くなかった、相対的には高くなかったんですが、非常に長引いたというのが愛媛県の特色であるというふうに考えています。まあ、その意味で一つ冷静に受け止めていただきたいというのは、高知県38人、確かに驚くべき数字ではありますけれども、この徳島県、香川県、人口換算をしますと、これが全国的な緊急事態宣言とかですね、いわゆるステージ3とかを判断するときに換算をする1週間単位の数字にしちゃいますが、15、25という数字と並べて比べてご覧いただきますと、高知県の場合人口70万人なんで、ちょうどここが同じような数字に大体徳島県もなるわけでありますけれども、高知県、徳島県ご覧いただいても、この国の一般的な1週間単位での緊急事態宣言の目安の25、はるかに上回る。特に徳島県、香川県は今日の高知県の数字をはるかに上回る数字を瞬間風速では記録していると。でそれもつい2、3週間前ですね、というのは事実としてあります。まあ、愛媛県はちょっと違ったパターンで、ピークの1日ピークはそれほど高くありませんでした。これ非常に、長期間にわたって高水準が続いて、国からもいわゆるまん延防止等の重点措置が適用されたというところでございます。まあ、ちなみにまん延防止重点まん延防止等の重点措置について申しますと、香川、徳島の2県はこのピーク時に相前後して国の方に、まあ、要請はされておりますけれども、まあ、国の方から一言で言うとしばらく様子見ましょうということで見送りの判断がされて、まあ、今は各県ともですね、ご案内かと思いますが、まあ、ステージ2以下のところにですね、まあ、収束をしてきているということがございます。その意味でですね、私が現時点で受け止めておりますのは、この四国の他の3県が連休前後に襲われた感染の急拡大、これが数週間の時間差を置いて四国山脈を越えて高知に襲ってきたというふうに捉えるという構図が当たっているのではないかなというふうに考えているところであります。四国4県もそういう、四国の他の3県もですね、こういった非常にそれ以前の体験からすると大変びっくりするような高い水準の感染者を来ると、感染者が発生するという事態がございましたけれども、それぞれ、いろんな努力をされて、その数週間後ですね、収束に向けての実施がついている、つけてきているということでありますので、私といたしましても、この先行した形になっている四国の他の3県の状況というのも、まあ、つぶさに研究、また研究をして、また分析をしてですね、その教訓を生かさせていただきながら、参考にさせていただきながら、今後の対策も検討し、また高知県もできるだけ早期に収束をへの道筋をつけていきたいという考えであります。で、具体的にどうするかということでありますが、まあ、実はこの月曜日にお話をいたしました、発表いたしました営業時間短縮要請、飲食店等に対する要請が昨日から始まったところということであります。まあ、その意味ではまだこの効果が出てくるというのが、まあ、通常1週間は最低出て、立たないと効果が出てこないということだと考えますので、その意味ではまだ昨日始まったばかり、まだその効果が出てくるところに至っていないということであります。まあ、しかもですね、まだ始まったばかりということでございますから、この飲食店等への営業時間の短縮のについて、事業者の皆さんに確実に協力をいただく、ここが今先決だと考えております。まあ、そのためにも私どもとしましては、この協力金の支給の事務を委託をします民間の事業者の方々に、まあ、助っ人をいただいてですね、ここの飲食店の方々に巡回をしていただいて、確実にこの時間短縮あるいはガイドラインの遵守について協力いただけるようにお願いして回るというような取り組みを始めることにいたしておりまして、こういった取り組みをまずはしっかりとやっていく、
そしてこの営業時間短縮の効果、1週間ぐらいおそらくしたときに効果が出始めるというふうに考えますので、この効果をしっかり見極めた上で次なる手を考えたいというふうに考えております。その意味では四国各県、この3県がですね、いずれも最終的に国の方がイエスの方が出たかは別にいたしましても、まん延防止等の重点措置の国へに対する要請をされたというようなことがございますので、そうした対応も視野には入ってくるということだとは思いますが、これはまあ言ってみればこのような感染、本日のようなですね、感染がずっと続いていくというようなことになれば、こういったまん延防止等の重点措置もの国に要請するということも検討対象になるというような認識でいるところであります。で、最後に県民の皆さんへのお願いをについて話をしたいと思います。で、県民の皆さんにお願いいたしますのは、特にやはり外食について、会食についてということであります。人数は4人以下、そして時間は2時間、少人数、そして短時間での会食、そして会食、会話が主となる時間帯には、会食の時間帯であ、時間中であってもですね、できる限りマスクを着用いただくというようなこと、こういったことを含めまして、マスク、手洗い、そして3密回避という基本的な感染防止対策を改めてでありますが、しっかりお願いいたしたいというふうに思います。会食に関して私自身の思っていることをお伝えをいたしますと、たった2週間前にですね、高知県は47県人口別で、人口割合で見ますと感染確認が1週間で見て最低のだと、非常に相対的には安全な県だというような数字が出ておりました。たった2週間でこれだけ変わっております。おそらく明日あたりに分析される47件別と言いますと、ワースト10ぐらいに、今現に緊急事態宣言の対象になっている都道府県並みのような数字になっていくのではないかというふうに思います。その意味では、あるいはですね、県民の皆さんはこの連休、5月の連休明けに割合高知の感染状況落ち着いているから、もう高知県大丈夫なんじゃないかということで、少し会食についてガードが甘くなっていたところは方もいたのではないかと、その点が今日の約 2,3 週間経ってのですね、この感染拡大ということに結びついたのではないかという思いも持っております。その意味では状況は大きく変わっております。高知県は47県で見ても、おそらくワースト10に入る、いわばリスクの高い県に今やなっているということであります。その意味で会食に関します自制も含めまして、どうか基本的な感染拡大防止策の徹底という点につきまして、改めて県民の皆さんにご協力をお願いいたしたいと思いますし、飲食関係、飲食店等のですね、事業者の皆様方には営業時間短縮で大変なご負担をおかけいたしますけれども、とにかく今収束に向けての道筋をつけていくということが最優先だと考えております。この点、事業者の皆様にもおかげでご協力をお願いいたしまして、私からの報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。